歌方。どうしたの？しおり、なんか朝日先生が呼んでたぞ。立花のことも探してた。何の用事かは分かんねえけど。なんだろう。ありがとう。先生探してみるね。リク、先に帰る？大丈夫！待ってる！待ってるから！放課後15時に中庭だよね。目立つんだよね、ここ。無視するわけにはいかないよね、こういうの。そろそろかな。あ、立花、ごめん待たせた。俺、立花のこと好きなんだ。俺と付き合ってくれないか？なんで？なんでって、ほら、橘って可愛いし、クールだし。だから好きってこと？なるほど。でも、わかんないんだ。話したことないのに、本当に私のこと好きなの？え、あ、いや、見た目っていうか、一目惚れっていうか。そっか、ありがとう。でも、とりあえず、付き合うとかはないかな。ごめんね。こっちこそごめん！今日のことはなかったことにしてくれ。いいけど。にしても、そんな変なこと聞いたかな。あれ、
い。謝らなくていいんじゃない。ここ選んだの彼だし、中庭って放課後は人あんまりいないけど目立つ場所なんだから。ですが、それにどっかから彼の友達が見てたんだよ。帰ってくときそんな感じだった。え、そうなんですか。わかんないけど多分ね。私が告白を受けないって話は噂になってるらしいから、みんな確かめようとしたんじゃないかな。ちなみに聞いてた。ごめんなさい。また謝ってるし。それよりさ、一個聞いていい？はい、何ですか？みなぎさんはどう思う？何に対してでしょうか？私に告白してきたさっきの男子、私のこと好きだったと思う？どうして私に？みなぎさんもよく告白されてるでしょ？そんなことは。まあいっか、ちょっと気になっただけだから。いや、何が気になったのでしょうか？そうだな、もし彼の好きがさ、私の知ってる好きと同じだったらどうすればいいのかなって思っただけ。ごめんね、変な質問しちゃった。あ、みなぎさん、立花さんも。ちょうどよかった、まだ二人とも残っててくれたんだ。はい。二人とも進路調査票の提出まだよね。そういえばそうだったかも。はい、忘れていました。すみませんでした。ごめんなさい。提出してから変えてもいいわけだから悩みすぎないように。迷っちゃうのはわかるから、いつでも相談してね。はい、わかりました。来月の三者面談の前には出すこと。いい？三者面談っていつだっけ？7月19日、終業式の後。そっか、じゃあまだ期限までしばらくあるね。もう最初の期限は過ぎてるの。それと先生には敬語使いなさい。もう何回注意させるのよ。はい、いい、善処します。はい、また来週。二人とも気をつけて帰ってね。さっきのことなんですが。進路調査票のこと？いえ、その前の。盗み聞きしてしまって本当にごめんなさい。
大丈夫、なかったことになったから。そっか、そうでした。では失礼します。うん、私もこの後予定あるから。じゃあまたね。今日の言い訳は夏物の服を買いに行くだったっけ。あ、そっか、進路調査表のことも相談してみようかな。ついでに書いて待ち合わせ場所に行こう。あれ、先生？や、立花。時間ぴったり。殊勝な心がけだね。珍しい。先生、時間守れるんだ。失礼なやつ。言っとくけど、私は社会人なんだ。時間は守るよ、基本的に。基本的にでしょ？前には3分遅れてくるのが大人の礼儀だとか言ってたのに。矛盾するものなんだ、大人って。特に先生は、でしょ？今日も振られに来たよ。そっか。何それ、
今日はいい返し思いつかなかったの？まあ、うん、そういうことになるね。それよりさ、禁煙は？今日、紙のタバコ吸ってきてたでしょ。どうして知ってんの？わかるよ、電気のだったら違う匂いするし。犬じゃないんだからさ。ワンワン。ま、もともと犬みたいなもんか。で、今日はどうするんだっけ？夏物、見に行こう。そうだったね。じゃ、エスコートして。任せて。なんかいっつもここな気がする。選んでるのは立花でしょ。確かに。だってほら、学校から近いし。先生と歩いてるとさ、私たちってどう見えるのかな。どうって？ほら、姉妹とか親子とかさ。親子はないでしょ。同級生って選択肢はないの？ギリ。おい、そこのお店みたいな。はいはい。ちょっと、聞いてる？聞いてなかった。正直なのはいいけどさ、お店、通り過ぎてるよ。ほんとだ。じゃあ、次行こう。見たいって言ったのそっちでしょ。いいならいいけど。あ、地域のコンクールの受賞作品だって。先生、見ていきたい？立花、興味ないでしょ。ううん、先生がどう見てるのかは気になる。じゃ、お言葉に甘えて。お、うちの生徒さんだ。やるじゃん。いいえ。教え子？ううん、担当じゃないけど絵で覚えてる。色使いが綺麗だね。確かに。でも先生の絵の方が綺麗だと思う。比べるもんじゃないの。大体分野も違うんだからさ。先生が好きなのはなんだっけ。ベンジャミン？バルビゾン派。何回も教えてるでしょ。
わざとやってんだろう。正解。あ、ん？どうした？この絵、好きかも。立花が絵に興味を示すなんて珍しい。はあ、なるほど。下月美玲って、先生じゃん。こういうのに出してもいいの？ちゃんと社会人コースって書いてるでしょ。商品券1万円分ゲットだぜ。うわぁ。で、自分の絵が飾られてるって知ってたの？さあ、どうでしょう。やっぱりすごいんだね、先生。そうだね。見せておかないとなって思ってさ。出た、自慢。はいはい、それで結構。でも、立花が私の絵を見つけてくれて嬉しかった。別に思ったこと言っただけだよ。なら、なおよし。はいはい、先生の思惑に乗ってあげたことだし、次はサンダル見に行こう。夏限定のアイスか。立花、気になるの？かわいいなって。でも先生はこういう美味しくなさそうなの興味ないでしょ。だから今日は別に。いいじゃん、食べに行こっか。どうして？綺麗な色だなって思ったから。実物見たくなってね。あと今日は特別。じゃあ私のおごり。調子乗るなって。しょうがないな、私のおごり。ありがとう。うん、かわいい。同感。この青とかどうやって出してるんだろう。先生、気にするとこそこなの？だって写真映えが目当てでしょ。味はこういうのって、ほら。でもなんか季節のいい素材を使ってるみたいだよ。
うん、おいしい。立花のはベリーミックスだっけ。着色料使ってないらしいけど、こっちもいい色、淡いけど深いピンクが出てるね。また色の話？先生、食べないの？私、冷たいの苦手なんだよ。そうだったね。猫舌の逆だから犬舌？かもね。ま、じゃあ一口。冷た。ちょっとニヤニヤしないでよ。だって先生、誰にでも苦手なものはあるの。だから笑うなっての。ごめんごめん。で、美味しかった？うん、思った以上にフルーツって感じ。あ、何してんの？ちょうだい、一口。はいはい。家だとしてくれるじゃん。してない。いや、そういや酔ってる時に心当たりが。じゃあ、おいしいよ。まったく。ほら、先生にもあげる。あんして。私は結構。なんだ、私のもおいしいのに。どうしたの？別に、楽しいなってちょっと思っただけだよ。私も同じ気持ち。もうちょっと話してこうか。時間ある？うん、あるよ。なくても作るよ、当然。珍しいね、先生がもうちょっと話したいっていうの。そうかもね。何かあった？もしかして私に相談？まさか。何その感じ。先生、今日ずっと変。変？そうかもね。
立花の方は学校どう？あ、そうだ、相談したいことがあったんだ。これ、進路調査票。提出日過ぎちゃったからせかされててさ、何書けばいいか分かんなかったんだけど、とりあえず書いてみた。ああ、そんな時期か。高校2年の夏も目前だし、遅いくらいかもね。これ、教師って…うん、先生と同じ。いいのかな、こんな感じで。そっか。私のせいか。ちゃんとしなかったツケだね。本気で教師になりたいんだったら相談に乗る。でもそうじゃないでしょ。立花が将来の夢とか目標とかやりたいこととか見つかってないのはわかる。確認だけど、ふざけてるわけでもないでしょ。うん、だって将来とかそういうの分かんなかったから。立花なら消去法で進路調査票に教師って書くのも分かる。でもこれはダメ。どうして？理由がないならならない方がいい。学校の教師をやって辞めた人間が言うんだから説得力あるでしょ。ずるいよ、そんなの言われたら言い返せない。大人はずるいもんなんだ、知ってるでしょ。知ってるけど。じゃあ私は何て書けばいいの？これ来月には出さなくちゃいけないんだけど。ああ、試験後の三者面談の時期だね。懐かしいな。先生！それこそ先生に相談しなきゃ。今の私はさ、立花の先生じゃないんだよ。じゃ、私の用事。話したいことがあるからここ来たんだ。
立花はさ、私と会うときいつも言ってるよね、振られに来たって。だからさ、覚悟して会ってるってことだよね。先生、ちょっと寒くない？まだ6月だしさ、ほら風が。立花、長くなるんだったらさ、私は場所変えてもいいよ。立花、まだ私の話は終わってない。うん。もうこの関係は終わりにしよう。私が先生になりたいって書いたの、そんなに怒ったの？それとこれとは全く別の問題だよ。だよね。うん、知ってた。なんで？知りたいの？理由も言わないなんて、そんなの納得できない。そっか。どういう理由なら納得する？私が嫌いになったとか、ちゃんとした恋人ができたとか。恋人ができたんだ。嘘。これは。嘘とか嘘じゃないとかって話でもないでしょ。橘を嫌いになってはない。でも橘は私と付き合ってたわけじゃない、それだけ。そっか、そうだよね。私にもいっぱしの紳士さってのはあるってこと。橘も誰かと付き合ってみればいいよ。そしたら分かることもたくさんあるよ。何それ、勝手すぎ。先生、好き。知ってる。好きだよ、大好き。ありがとね。私が好きになるのは多分先生だけ。大丈夫、大人になったら私より好きになれる人といっぱい出会えるからさ。壁と話してるみたいだよ。ああ、
よく喋る壁でしょ。私はさ、先生。ん？ここ禁煙だよ。ああそうだったね。じゃあ私は喫煙所に行ってくる。これタクシー代。いらない。高校生をこの時間に残してくんだからさ、最低な大人の最低限の責任。はい、受け取って。ずっと期待だけさせて、ずっと。今日だって来なきゃよかったんじゃん。私もさ、言えるか分かんなかったんだよ。でもちゃんと言えた。最低だよ。立花の言う通り、私は最低なんだよ。じゃあ、気をつけて帰りなね。楽しかったよ、この2年。それは本当のこと。先生、私たちの関係って。帰れったって帰れないよ、これじゃ。いつからなんだろう。終わっちゃったんだな。恋人できちゃったらどうしようもないじゃん。好きって言えてれば私が恋人になれたのかな。
ずるい。都合のいい時だけ一緒にいて思わせぶりで、高校卒業まで待ってるのかなとか思うじゃん。先生から呼び出してきた時もあったし。自分で最低とか言うなし、保険かけんなし。いつもそうじゃん。逃げ道作って楽しかったとか言い残さないでよ。私じゃん。普通に考えたら付き合うの、もう付き合ってたみたいなもんじゃん。たらあるじゃん、距離感とか。ほんと、こんなところからじゃ飛び降りても死ねませんよ。え、みのぎさん？海に飛び込もうとするなんて、そんなに相手の方を思っていたんですね。え、ちょっと待って、してない。それにこの場所ですとすぐにボートが来ると思います。え、いやだからさ、私死のうとなんてしてないよ。え、誤解だよ、身投げしようとしてたなんて。そうなんですか。ちょっと滑っただけだよ。ごめんなさい、私早とちりをしてしまいました。死にたいってまでは思ってなかったな。私の思いってさ、その程度だったってことになるのかな。そうなのかもしれません。恋愛で人が死んでしまう事件もありますから。私から見た立花さんは命を捨ててもおかしくないほど大きな感情を抱いているようにも見えました。そっか。って、あれ、どこから見てたの？立花さんが歩いてきて手すりの前に立って海に向かって叫ぶところからです。最初からだね、それ。それと、あの、立花さんが好きな相手って学校の先生なんですか？やっぱ気になるよね。ま、みなぎさんの想像とは違うと思うんだけど。あの、それはつまりどういうことなんでしょうか？もう情けないとこ見られちゃってるし。そうだね。
聞いてってよ、話。今日までの先生との関係ってこんな感じ。いいよ、笑って。痛々しくってしょうもないでしょ。え、うわ、本当に笑った。茶化してる？ごめんなさい、茶化しているつもりはありませんでした。笑っていいよっていうのは笑ってほしいってことなのかなって思ってしまって。ちょっとムカついた。まあ言ったの私だからいいんだけど。私恋をしたことがないんです。だから失恋した直後の人にどう声をかけたらいいのかってわからなくて。でもその大きさは推し量ることもできないですけれど、下月先生への思いは特別なものだったっていうのは立花さんの話を聞いてすごくわかりました。ちょっと違うよ。この際だから言うけど、過去形じゃない。まだ現在進行形で先生が好き。あれ、なんでだろう。止まんないな。そうだよ、私まだ好きなんだ、先生のこと。変だな、振られたって自覚あったはずなのに。受け止めたって大丈夫って思ってたのに。やだな、どうしてこんな止まんないんだろ。ちょっと待ってね、もうちょっとで戻るから。これさ、先生のことまだ全然好きだ。
やっぱさ、大事な人のことを簡単に忘れるとかって無理なんだろうな。今、立花さんがおっしゃったこと、もう少し詳しく聞いてもいいですか？どれのこと？大事な人のことを簡単に忘れるのは無理、といったところです。ああ、いいよ。立花さんは大切な人を忘れる、大切な人の記憶を上書きすることができると思いますか？振られたばっかの、こんなありさまの私に聞いたってろくなことないと思うよ。その前提で答えるけどさ、できるかは分かんないけど、しなくちゃいけないと思う。まだ自分じゃよく分かんないけどさ、前に進むとか言うじゃん、なんかそういうの。答えてるんだけど。私も立花さんと同じです。大切な人を過去にしなくちゃ、上書きしなくちゃいけない時はあると思います。さっき恋とかそういうの分かんないって言ってなかった？はい、分からないんです。どっちなの？なんか気が抜けちゃったな。ねえ、これからどうしたらいいと思う？どういう意味でしょうか？私部活もバイトもしてないから暇になっちゃう。休みの日とか放課後とか先生といることばっかだったし、何もしなかったらまた先生のこと思い出しちゃいそうだしさ、時間どうやって使えばいいかなって。どう？もし時間があるとおっしゃるならお願いがあるんです。何？お願い？はい、失恋したばかりの方に言うことじゃないというのは理解しています。ごめんなさい。でも今聞いてほしいと思ったんです。こんなの初めてで、理由はわからないんですけど。
お兄ちゃんを忘れさせてください。私、お兄ちゃんの記憶を上書きしたくって。それで。なあ、ちょっと待って、いきなりすぎてまだ頭に入ってこない。あ、ごめんなさい。そのはあ、うん、大丈夫、聞かせて続き。優柔不断なんです。食べたいものとか勉強のこととか将来のこととか自分で決められないんです。ずっとお兄ちゃんの真似しかできなかったんです。お兄ちゃんみたいにならなくちゃって思って生きてきたんです。私なんてお兄ちゃんと比べれば無価値と同義ですから。兄弟とか姉妹とかみたいになりたいって誰しもちょっとはあるんじゃないの？っていうかさ、忘れるとか上書きするとか家族だったらできないんじゃないの？かもしれません。でも、私は兄のようにならなければ生きている意味がないんです。これまではそう思っていました。なのに進路調査票が書けなかったんです。お兄ちゃんのようにお医者さんを目指して勉強しているので、それを書けばいいだけなのに。お兄ちゃんのように勉強するのは嫌なことじゃないのに、進路調査票を書こうとしても私の中の何かが拒否するんです。だから今まで通りに兄になろうとするだけじゃダメだって思ったんです。どうして私なの？立花さんが学校の様子と全然違うなって思って、告白を受けている時と今の表情が全然違うなって気になって。それで、いえ違います、もっと単純な理由です。立花さんに今会えたからです。何それ、全然わかんない。みなぎさんって意外とそっち系？そっち系ってどっち系ですか？ポエム好きそうみたいな。ですが、かもね、私も。
それで何するんだっけ。私がお兄ちゃんとやったこと、行った場所、立花さんとの記憶で上書きしてほしいんです。うん、いいよ。で、何するの。お兄ちゃんとの思い出の場所に一緒に行ってほしいんです。海へ行って、山へ行って、お買い物にも行って、水族館にも。あ、で、いいんですか。うん、楽しそうだしね。投げやりに聞こえるのですが。正解。でもさっきも言ったじゃん、どうせ暇になるし。要はさ、みなぎさんの思い出の地巡りってことでしょ。はい、おっしゃる通りです。うまくいくかはわからないんですけれど。ちょっとわかるかも。私も先生と行ったとこを一人で回ったら上書きになるのかなとか考えてたから。立花さんもそうだったんですね。でもなんで私？ちゃんと話したのなんて今日が初めてじゃん。もしかしたら理解してもらえるかもって思ったんです。あるいは心から大切な人を上書きしたい気持ちに共感してもらえるかもって。じゃあ私を好きになっちゃうかもね。共感してもらえると弱いって言うじゃん。それもお兄ちゃんを上書きする一つの手なのかもしれません。そんな動機で好きになられるの嫌なんだけど。嘘ですよ。では改めて、私がお兄ちゃんを忘れる、上書きするための思い出の地巡りに協力してください。うん、わかった。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。暇じゃなくなるならそれで。やけになってませんか。なってるかも。ダメ。お好きにどうぞ。ひとごとだな。みなぎさんさ、学校とイメージ違うね。学校だと優等生って感じだからさ。暑い。ごまかさなくていいよ。みなぎさんがどんな人か分かってきたし、それに今の方が話しやすいよ。それっていい意味なんでしょうか。お好きにどうぞ。あ、
こんな時間、帰らないといけません。明日の10時に横浜駅に来てくれますか？わかった。そこから始めさせてください。うん、任せて。あ、急ぐんだったらタクシー代いる？あ、いりません。お兄ちゃんを忘れるための記憶の上書きか。さて、私も帰ろっと。朝か。あ、連絡先聞いてなかった。たまにはいいかな、こういうのも。嘘から始まる恋の夏。